はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。メール登院になってください。今ですね、なんか近所の神社のおみこしが通ってまして、練り歩ってまして、太鼓の音も聞こえますけれども、石川県を台風が襲って被害がすごいそうであります。輪島では2ヶ月分の雨量が2日で降ったそうで、1人死亡、8人行方不明、謹んでお悔やみ申し上げます。行方不明者の発見を祈っております。台風って大概太平洋側から来るから、日本海側に到達する頃は衰えているもんなので、陸地通ってね、日本海側は太平洋側よりは台風に慣れてない気がする。なんか今回の台風がイレギュラー、なんか中国大陸にちょっと上陸して急カーブしたらしいんですけれども、なんだか異常な気象ですよね。水政策を聞かれた小泉進次郎、外国ミネラルウォーターをやめ、国産ミネラルウォーターか水道水に変えることで可処分所得が増える、高いものをわざわざ飲む。私はこういう基本的な日常の水の飲み方、使い方を変えていく。いや、聞かれたのはそういうことじゃないと思うぞ。世論です。頭大丈夫この人。頭大丈夫なんか。どのような根拠で。もうわけわかんねえな。マジでやばいねこの人。そんなもん個人の自由だろ。ミネラルウォーター輸入禁止法ですか。それをすることで国民一人当たりの可処分所得が何円上がるんだよ。記者が聞きたかったのは老朽化した水道インフラどうすんでんだとか、過疎地で今後どうやって水道維持すんのかとか、そもそも地域格差が開いてきたけどそれどうすんのとか、そういうことだったと思うぞ。やっぱ人口減ってですね、水道インフラの維持が難しく、できてるとしても負担が大きく少ない人数で割るわけですからなってきてるそうなんですよ。そこでですね、水道省を作って国がまとめて面倒見るわーとか話せればよかったんですけど、なんか思いつきで喋っちゃったんでしょうね。個人の振る舞い、政治家が口出すことかなって気がしますよね。それにですね、節約して可処分所得を増やせとは政治家が言うことではないね。政治家は賃金上昇を目指すとか、経済発展でそれを実現するとか、それをね、節約しろ。そうすると可処分所得が増えるからって、外国の水買ってる人は好きで買ってんだからほっとけよ。その人の可処分所得でさ、好きで買ってんだから。国産水だってそんな値段変わんないよ。外国産つったらエビアンとかクリスタルガイザーとかですか。そんなに値段変わんないよ。南アルプスの水だって、水道水ならコスト100分の1とか言ってるらしいけど、国産のペットボトル外国の10分の1ってことないよ。そのぐらいって思ってんでしょうかね。自分で買ったことないから分かんないのかな。国産の水に変えるイコール可処分所得で買ってる、そんなに値段変わらない。可処分所得増えないでしょ。そんな値段変わんねえんだから。高いものをわざわざ飲む。私はこういう基本的な日常の水の飲み方、使い方を変えていく。なんか戦中のですね、贅沢は敵だみたいなことを言い出しましたけど、政治家が言うべきは水道政策でしょう。水道をどうすかって話でね。これって自由経済の妨害にならないのかね。消費を冷え込ませて、今は節約は悪ってなってませんか。金持ちが全員ですね、軽自動車でいいや、どうせ、チープカシオでいいやってなったら経済回らんでしょ。進次郎が思いつきで喋ったまとめ。金がないやつは大学に行くな。企業が従業員をクビにしやすくする。
年金は80歳から、公務員は解雇できない、水道水を飲めと、小泉進次郎、解雇4要件を見直し、解雇しやすくする、失業保険はもらえるまで期間が空くので再就職までの期間を政府が生活支援すると、世論です。思いつきで話してるだけか。失業保険が機能してないだけでは、これは離職者増えますな。バイトも外国人実習生もか、自己都合で退職してももらえんの？もしそうなったら仕事辞めていつまでも再就職せずもらい続けるわ。失業保険給付開始を急げばいい話では。なんで進次郎は解雇しやすくすることに必死なんでしょうね。経団連その他財界にいっぱい寄付もらってて、パーケンも買ってもらってるんでしょうね。そんなあの準生活保護みたいなこと始めたら、再就職意欲ががっつり減退しないか。働かなくていいや、働きたくないってならないか。中にはですね、いつまでももらい続けていたいって怠惰なやつもいるだろうしね。外国人ももらえるとなったらですね、いや自活できない外国人は日本に置いとけない建前だしっていう、入管法の建前と激突しますしね。解雇の4要件、解雇の必要性、売り上げがこんだけ減っちゃって、人減らさないといけないんです。解雇を避ける努力はしたか。解雇を避けるためこんなこんなこんな工夫して努力したんですけど、売り上げが戻りません。解雇対象選定の合理性、なんとなくあいつ気に入らねえで選んだわけではありません。解雇手続きの法的正当性、ちゃんとあの弁護士雇ってちゃんとしましたっていうですね、4要件これを見直すって進次郎言ってんですけど、解雇の必要性がなくても解雇なんだそれ。解雇を避ける企業努力はせず解雇解雇対象選定の合理性はないが解雇、なんとなくあいつ気に入らねえなで解雇、解雇手続きの法的正当性はないが解雇、適当にあの口でおめも来んなって言ってるんで解雇しちゃうっていうですね、こういう風にするって言ってるんですかね。小泉はとても政治家が言うセリフではないな、これな。もう総理になれないと知ってめちゃくちゃ言い出したんですかね。小泉進次郎が思いつきで喋ったまとめ。金がない奴は大学に行くな。企業が、従業員を解雇しやすくする。年金は80歳から。公務員は解雇できない。水道水を飲め。高い外国の水飲むな。企業が解雇しやすくし、無職の期間は政府が準生活保護やろう。進次郎、炭素税を導入したい。国内で還流する形の税を仕込むことが重要だ。何言ってるかわかんないですけど、特に後半ね。一方高市さん、数年間は増税しないと。世論、小泉炭治郎間違って酸素税も取りそう。こいつは総理になる気がないのか。負担をお願いしたってあんた、なんで税収過去最高なのに増税する必要があるんだよ。二酸化炭素と温暖化の因果関係は未だに証明されてないぞ。バカは死ななきゃ治らないは真実。エアコンは贅沢品だから課税とか言い出す。増税ばっかだな小泉。お前はもう信じろ。お前はもう死んでいるの。引っ掛けてんのかな。お前はもう信じろ。小泉の背後にはですね、財務省がずらっと並んで耳元になんか支えてるそうで、バカだから洗脳たやすいでしょうね。赤子の手をひねるより簡単。国内で還流する税の形を仕込むことが重要だ。逆にね、国内で還流せず外国に流れてる税って何なの？何なの？あの海外支援とか円借款、そんなのね、あの新しい税金作んなくても政治の一存で減らせるんじゃないの？小泉の発言っていち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 細部が謎、細部が謎、なんでってなることが非常に多いっていうか、素直にそうだよなって聞ける発言がない。全く頭本当に大丈夫ですかね。要するに二酸化炭素の発生源から税金取るって話なんですけど、真っ先にあの電力会社が思い浮かびますね今ね。原発止まってからあの火力発電が主流なんだしね。その後あの税金払うためにまたあの電気代上がりますよね。大量に電気消費する自動車や製造業は苦しくなって海外に工場を移しちゃうかもしれないですよね。そうするとあの雇用が減ってですね、景気が悪くなりますね。失業者も増えるし、安い電気代は安全保障にも大きな影響がありまして、日本は人件費は高いが電気代は安いっつってですね、アメリカの自動車会社の、工場やハーレーの工場や
が日本にできたらね、中国ロシアは日本を攻撃できなくなりますよね。日米同盟はあるものの、本当にアメリカは日本のために立ち上がってくれるのか、いまいち変容できませんのでね、アメリカの企業の工場が日本にあればよ、それを守る責任をアメリカ政府に背負わせることができるんですよ。進次郎の思いつきはこれら全てをぶち壊すもんですね。進次郎が思いつきでしゃべったまとめ、金がないやつは大国行くな、企業は従業員を解雇しやすくする、年金80歳、公務員は解雇できない、水道水飲め、高い外国の水飲むな、企業が解雇しやすくして無職の期間は政府が準生活後、炭素税導入で電気代を高くし、あらゆる産業にダメージを与えると。総裁選討論会で河野太郎、現役世代の保険料を6割程度まで縮小できる、現役世代が支払っている額の4割は高齢者に流出している、もはや保険料とは言えず税に近い性質になっている。ちょっと何言ってるか分かんないですけど、要するに高齢者にも現役世代と同じ負担を求めるってことなんですかね。退職して所得減った人がほとんどなのに払えるか。国庫って毎年200兆円規模だけど、本当に4割も削減できんの？ 80 兆円も節約できんのか。その分は現役じゃなくて高齢者に払わせるってこと？謎が多すぎんですよね。世論です。はい、お前らブロック、もう総理になれないとして大胆なこと言い出したな。泡沫候補扱いやから空手型振り出し放題、また出来もしないことをボサえてんのか。可能なら今すぐやる、税に近い性質って国保税って言うんだけど、高齢者が抵抗する案が通るとは思えないと。言ってるだけでも実現は不可能そうなんですけど、4割の負担を高齢者に求め、現役世代の国保税を減税するとだな、現役世代が高齢者になった時に重い負担に苦しむんじゃ同じじゃねえの。退職して所得がぐっと減るのに払えんのが高齢者。維新の足立康も似たようなこと言ってんですけど、あの人は野党だしね、何にも責任ねえしね、なんか僕の考えたすごい政策みたいなことで適当言ってればいいしね。国保税減税したければ過剰医療の取り締まりとか安楽死の合法化などが必要となってくんじゃないの。単なる延命は禁止するとかね。自民党にそれできんのかって話でね。難病51号の私は安楽死合法化はぜひお願いしたいところなんですけれども、河野太郎、健康保険証を残せというアンケートは100回あって一理なしだ。これが役立つとは思えない。私は不正がしにくくなるマイナ保険証には賛成なんですけど、調べんなは言い過ぎでは。世論です。マイナ保険証論が困るって声ばかり、廃止するって決まってるから確かに意味はないな、アンケートを取るなは言い過ぎ。いつまでも現行保険証に頼っていれば12月2日以降医療機関が困るとも言ったらしいであります。だからさっさと切り替えろってことなんでしょうけど、困るのは医療機関じゃなくて保険使えなくなる患者さんでは。マイナカード普及率は今年8月の時点で 80.0% みたいであります。結構持ってないな、みんなな、2割も持ってないんだ。12月に現行保険証使えなくなるから今後はまあ増えるでしょうね。慌ててマイナカード作る。役所混むんだろうな。マイナカード作らないとは資格確認書が発行されるそうですけど、それ役所に申請しに行くんだったらマイナカード申請してマイナカード作っちゃうって思うよな、普通の人だったらな。資格確認書っていうのも制度も永久にあるわけじゃなくて、いずれ廃止されるみたいなんですよ。これ反対が減ってきたらしれっと減らすんだろうなとは思いますけれども、株式会社社会調査研究センターがドコモ使用者6800万人を母数とした調査システムの D サーベイで調査した自民支持層に聞いた次の総理、高市さん 29%、 石破 24%、 小泉 23%、 高市さんトップに躍り出ました。世論です。あれ、毎日新聞さん、もう隠しきれないんだろう、小泉やはりダメか。財界はすでに高市総理で準備始めてるそうだ。討論会聞いてるとこうなる、小泉は一生無理そう。
へえ、自民支持層でこれなら議員はもっと高市さん、行くぞ。おぼろげに敗北が浮かんできたと。高市さん、数年は増税しない。小泉、炭素税導入。石破、法人税は上げる余地がある。誰が経済界にとっていいか一目瞭然ですね。投資会社と投資家の人気も高市さんダントツだったしね。討論会で小泉のわけのわからなさが知り当たって自滅ですかね。まともなこと言わないんだもん。ただの一言も。頼むよ、自民党員と自民議員さん。今日の単身です。米不足で困りました？困った。19.2%。テレビが大騒ぎするほど、皆さん困ってなかった。米不足の時期に何食ってました？うどん 31.8%。パスタ 24.2%。ラーメン 24%。パンという答えがラーメンより少なかったのが意外でありました。これ別に米の代わりっていう意識もなくですね、朝はパンとか、まあ普通に食べられてるから、米の代わりに食いましたっていう質問にはパンとは答えないのかなーって思ったりして、ラーメンは毎日食べると飽きるけど、うどんはラーメンよりは飽きにくいですよね。パスタも味付け変えればなんとかね。イタリア人は毎日食ってるわけだし、クリーム系、オイル系、ソース系などいろいろありますしね。テレビに踊って大量買いしちゃった高齢者さん、今後どうすんだろうね。米余らしちゃって。共産党が衆院選公約を発表。1日7時間、週35時間労働、最低賃金1500円だそうであります。できっといいねみたいな。野党は発言に責任持たなくていいから好き勝手言えますね。週35時間だったら1日9時間働けば4日で終わって3日で休めっけどね。皆さんそんなに休みたいもんすかね。毎週3日半休みとか、私だったら時間持て余しちゃうけどな。私動画肺がんの手術以外は休んでないですからね。まあ働きたい方なんで私は。実現不可能なこと言ってるしな。これみんなを働かさないで、みんなが貧乏になった方が共産党としてはいいもんな。共産党は金持ちは敵だってスタンスでしょ。で、貧乏人を救いますっていうことで底辺の支持を得てここまでやってきた。だから貧乏人を増やしたいっていう意図があってこんなこと言ってるんだとは思いますけれどもね。というわけでチャンネル登録、メール登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。